皆さんお元気？楽しくバトルやってますか？さて今回のゼロからの始まりはケプリのマーク3カンスとランタンが残り物コインでなんと当たったご報告です。サムネの通りこのウェポンでエキスパートリーグを3から2まで一気に上りました。タイタンの威力は当然分かってましたが、どうせそんな簡単に手に入るとは思ってもみなく、しばらくはエキスパートでうだうだするんだろうなって思ってましたが、残り物にはいいことあるんですね。それじゃあ始まってまーす。説明忘れてましたが、ケプリの装備ではカラモーラが当たり、これでレベルアップする兵器が揃いました。今回のクリップは前回のヒーロー機を一つ作り出すことで着実にリーグアップでき楽しくなる、そんな特徴あるバトルです。さらに兵器レベルよりもロボットのレベルを優先したことがうまくいったバトルでもあります。まあケプリだからってとこもあるんでしょうけど、今のところドローンとドローンチップは決してハイスペックではないし、モジュールだって特徴あるのはニトロとラススタ、これだってレベル1なのでエキスパートリーグまではロボットと兵器のレベルアップだけでランクアップは可能のようです。しかもレオはほぼ兵器もレベル上げてませんし、しつこいようですがロボットも3機です。これからのタイタンへの資源は一度ランタンに集中しようと思います。なぜ？もしかするとスーパーチェストで他のタイタンが当たるかもって考えると、ひとまずは今最高にクオリティ高いランタンをあげるべきかなって思いまして、さあいよいよバトルも後半に入りました。残るビーコンは海側ですね。このケプリ装備はほぼ近距離仕様なので遮蔽物ある場所って結構有利な展開となります。今後カジェルを手に入れたならバランス考えるとスキャッターと交換かな。もったいないけど4機目以降のロボットを近距離仕様でそちらに装備しようと思います。それでは皆さん、ボテネタのゼロから始めよう。その成長をぜひお楽しみに。そして味方で出会った時はスタートアップの時背後から鬼射撃をよろしくお願いします。またねー。